ガンビル駅はインドネシアの首都ジャカルタの中心部にあるジャワ島の主な都市を結ぶ駅。モナス広場の東側にあり、最寄りのトランスジャカルタの停留所はガンビル1とガンビル2。ジャカルタとジャワ島の主な都市を結ぶ特急列車。バリ島へは、スラガヤ駅からムティアラキムル港に乗り、バンイワンギでエアコンバスに乗り換え、コミューターラインの列車は、 ガンビル駅には停車しない。ジャカルタガンビル駅のプラットホーム、2011年4月19日撮影建物の柱や壁はテーマカラーの緑色で統一されている。3階建てで、キップ売り場、ATM、レストラン、キオスクは1階にある。2階は、ファーストフード、キオスク、パラヒャガンラウンジ待合室がある。プラットホームは3階にあり、2面4線を持つ。 公開機である。しかし、引き上げ線、木回し線がなく、到着した列車の機関車の付け替えでは本線を塞ぎ、KRL ジャポデータベックの通勤電車の運用のネックになっている。到着ロビーを出ると、左手にブルーバードタクシー乗り場がある。ブルーバードタクシー乗り場の向かいには、スカルの張った国際空港行きリムジンバスや、南スマトラのバンダルランプン行きエアコンバスの乗り場がある。 トランスジャカルタのガンビル一停留所は駐車場を出たところにある。コタ駅、ガンビル駅、ジャテネガラ駅両隣にある駅へは列車で移動することができない。ありがとうございます。